はい、こんにちは、116インズです。このオフシーズンの主役といえばフランシスコ・リンドアを獲得し、さらに GM がポーターしてしまったニューヨーク・メッツと、それから先日ジョージ・スプリンガーと大型契約を結んだトロント・ブルージェイズが上がると思うんですが、今日この2チームの間でトレードが成立しましたので、今回はそちらについて話していきたいなと思います。ブルージェイズとメッツのトレードの中で、ブルージェイズはメッツから先発投手のスティーブン・マッツを獲得し、その見返りとしてメッツはプロスペクトを含む3人の選手を今回獲得いたしました。マッツといえばかつてトッププロスペクトとして非常に将来を嘱望されていた左ピッチャーなんですけれども、ただなかなか才能が開花せず、昨年も苦しい1年となってしまって、来シーズンローテーション入れるかどうかも怪しいと言われていたぐらいのピッチャーなんですけれども、ただ素質は間違いなくある選手ですので、新天地での活躍に期待したいところですね。で、一方でメッツに関しては、確かに先日パドレスからジョイ・ルケイシーを獲得してローテーション要員を確保したところではあったんですが、ただこのタイミングでマッツを動かしたのはちょっと不思議なタイミングだったのかなと思っています。もしかしたら今回のマッツのトレードはメッツにとってはこの後のさらに大きな動きの前兆の可能性もありますので、今回の動画ではそちらについても最後触れたいなと思っています。はい、でまずは今回のトレードの内容に関して見ていきたいなと思います。ブルージェイズはメッツからスティーブン・マッツを獲得し、メッツは3人のピッチャー、ショーン・リード・フォーリー、イェンシー・ディアス、そしてジョシュ・ウィンコースキーの3人のピッチャーを今回獲得いたしました。ブルージェイズに関してはかつてのトッププロスペクトであり、またバウンスバック候補として期待ができる先発の左投手マッツを今回獲得することができました。ブルージェイズはなかなかローテーションにまだまだ課題を抱えているチームでありますので、マッツがもしバウンスバックすれば、来季はいよいよコンテンダーとして戦っていくブルージェイズにとって大きな戦力になることは間違いないですし、チームとしても復活を期待しての今回の獲得でしょう。で、一方でメッツに関してはマッツの来期の年俸が520万ドルということで、まあ、マッツに関しては来期メッツのローテーションに入れるかどうかもわからないような選手でしたので、それであればトレードしてしまってペイロールの削減を図るとともにさらなる補強につなげた方がチームとしてはプラスになりますし、また今回元トッププロスペクトのリード・フォーリーを含む3人の選手を獲得することができましたので、メッツにとっても決して悪いトレードではなかったのかなと思っています。それにしてもマッツに関しては、まあ、先日のリンドアのトレードでインディアンスに移籍したアメット・ロザリオもそうだったんですが、メッツでトッププロスペクトとして非常に期待されながらも、そのポテンシャルをフルに発揮することができなかった選手でしたね。2009年ドラフト2巡目指名でメッツに入団して、でそこでいきなりトミー・ジョン手術を受けることとなってしまいましたが、その後は比較的順調にマイナーを駆け上がりまして、2015年に MLB デビュー、2016年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体13位と非常に高く評価されていました。その頃のメッツの先発ローテーションといえばマット・ハービー、ジェイコブ・デグロム、そしてノア・シンダーガードと若いエースクラスのピッチャーが揃っていましたので、そこに加えてマッツも活躍することが非常に期待されていたんですが、なかなかプロスペクト時代期待されていたほどには活躍することができませんでした。2018年2019年は、まあ、ローテーションの中で一定の活躍は見せたんですけれども、それでもかつて球界全体13位のプロスペクトとして期待されていた左腕としては少々物足りない成績でしたし、昨年に至っては30回3分の2でホームランを14本も浴びてしまい、防御率も9点台と散々な1年となってしまいました。さすがに成績があまりにひどすぎたのでノンテンダーされる可能性もあるんじゃないかと噂が出ていましたが、ただ結局メッツはこのマッツとの来季契約を結び一応チームに残ることとなっていたんですが、ただその後メッツはインディアンスからカルロス・カラスコを獲得したり、つい先日にはパドレスからルケイシーを獲得したりと先発ローテーションの補強を着々と進めている状況にありましたので、マッツの立場というのは日に日に危うくなってはいました。そして今回こうした形でブルージェイズ移籍となったマッツですが、なんか今回のトレードで思ったのはブルージェイズにロビー・レイみたいなピッチャーがもう一人増えたなというところなんですよね。ブルージェイズはこのオフ真っ先にロビー・レイと再契約をしましたが、レイにしてもこのマッツにしてもバウンスバック候補ということで、昨年は2人とも振るいませんでしたが復活すれば面白い存在の選手たちですよね。まあそれでブルージェイズのローテーションがいいのかというのはまた別の話だと思うんですが、来シーズンいよいよコンテンダーとして戦っていくブルージェイズのローテーションがエースのリヒョンジン以降は先ほど出てきたレイですとかマッツ、それからタイラー・チャットウッドやロス・ストリップリング、あとはタナー・ロワーク、トッププロスペクトのネイト・ピアソンといった、まあ、正直かなり未知数な部分が多い選手たちが並んでいるのは果たしてそれで大丈夫なのかというところを心配する方は非常に多いですし、実際私もそこに賛同できる部分はあります。めちゃくちゃ博打要素の強いローテーションとなりましたが、ただ跳ねればめちゃくちゃ面白いローテーションでもありますので、来シーズンのブルージェイズは基本的に打線が引っ張っていきながら投手陣がどれだけ活躍できるかが一つポイントとなってきそうですね。
また今回のトレードに関して、昨年あれだけ不調だったマッツに対して3人も選手を出してしまうのはもったいないんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、確かに3人はちょっと多いなと思ったりもしたんですが、一方でマッツの来シーズンの年俸である520万ドルでマッツ以上のポテンシャルを持った選手を連れてくることはおそらく不可能ですし、また見返りに関しても決してブルージェイズとしては出せない選手たちではなかったので、個人的にはそこに関してはそんなに悪くはないのかなと考えています。あとブルージェイズに関して面白いなと思っているのが、このオフ連れてきた選手がことごとく1年契約なんですよね。先日のジョージ・スプリンガーとの大型契約を除けば、今オフ獲得したのはレイ、チャットウッド、イエーツ、セミエン、そして今日のマッツとなるんですが、どの選手も契約が来季限りとなっていますし、また昨年からブルージェイズに在籍している選手の中では、タナー・ロアクとそれから山口俊選手の契約が来季までとなっていまして、この選手たちの年俸を合わせますと、だいたい5500万ドルぐらいになるんですよね。来シーズンブルージェイズが FA 戦線に再び参戦することは十分可能な金額となっていますし、層が決して厚いとは言えない今年の FA 戦線に無理に突っ込まず、バウンスバック候補の選手をかき集めて活躍すれば儲け物、ダメだったとしても来季オフの FA 戦線で再びいい選手を連れてくればいいというスタンスでペイロールの柔軟性を維持しているのは個人的に非常に面白いなと感じているところです。スプリンガーを獲得しましたのでブルージェイズとしては勝負期に入ったと言えると思うんですが、本当の意味での勝負期に突入するのはもしかしたらチームとしては2022年を考えているのかもしれませんね。ここまでがブルージェイズの話で、ここからはメッツの話をしていきたいなと思うんですが、メッツは今回スティーブン・マッツをトレードしましたが、先発ローテーションに関してはほとんど影響がないと考えられます。こちらがルケーシーのトレードの時にお見せしたメッツのローテーション候補となるんですけれども、正直マッツがいなくても先発の5人は確定しているような状況でしたし、それはシンダーガードのトミー・ジョン手術からの復帰が遅れたとしても同じことが言えるかと思います。なのでマッツがローテーションに入らないのであればチームとしては完全に余剰要員でしたし、その余剰要員に対して520万ドルもの年俸を払うのかというところはかなり議論が分かれるところかと思います。昨年散々な成績を残してトレードバリューがほぼ底をついた選手で、今回ブルージェイズから3人の選手を獲得できたのは、冒頭でも言いましたがメッツに関しては決して悪くない動きだと思っています。ぶっちゃけルケーシーとキャラが被りますので、ルケーシーがいれば別にマッツはいらないよねという判断も極めて妥当なものかと思っています。ただ今回のマッツの放出はメッツにとっては単なるローテーション要員を1人削っただけの意味ではなく、もっとさらに大きな意味を持つ可能性があります。具体的にはトレバー・バウアー獲得の布石になるんじゃないかとも言われていまして、今回メッツはマッツを放出したことで、先ほども言いましたがローテーション要員を1人削っただけではなく、ペイロールから520万ドルを削減することができました。その結果メッツのペイロールは1億8000万ドルをおそらく下回っただろうと言われていまして、まあ、具体的にはだいたい1億7500万ドル前後となっているんじゃないかと考えられています。メッツはこのトレードの前に今日アーロン・ループとの契約が合意に至ったと報道されていましたが、ループの契約に関しては具体的な金額はまだ分かっていませんが、まあ、そこまで高額にはならないと思いますので、ループの契約を加えたとしてもメッツのペイロールは1億8000万ドルを下回った状態であることはほぼ間違いないのかなと思っています。2021年の贅沢税の課税ラインは2億1000万ドルとなっていますので、現状のメッツのペイロールですとおおよそ3000万ドルぐらい贅沢税の課税を食らわずに補強に充てることが可能となっています。この金額はバウアークラスの選手の年俸としてはかなりちょうどいい額だと思いますので、もしかしたらメッツがこのバウアーを獲得する展開も今回のトレードでその可能性がやや高まったんじゃないのかと思いました。実際メッツはこのバウアーに対して正式なオファーを出したという話も一部出ていまして、今回のトレードでペイロールに少し余裕が出た分バウアーへのオファーを上げることもできますし、エンゼルスがバウアー獲得戦線に加わらないという話も出ている中で、近いうちにメッツバウアー誕生の可能性ももしかしたらあるのかもしれませんね。このあたりのオフシーズンの動きも引き続き注目していきたいところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。